こんにちは。アマゾンエスサポーター、堀秀夫です。オーストラリアで高く売れるもの。まあ、オーストラリアアマゾンで中古の取り扱いを開始しましたんで、まあ、中古商品なんかも、まあ、オーストラリアで、ね、高く売れる。日本で安く買えるんで、おすすめです。まあ、まだね、全商品じゃないんですけど、まあ、一部、まあ、中古の商品、ねえー、扱いを開始しています。今までなかったものが、ね、開始されてますんで、 まあこれね、えー、あんま扱ってない、扱ってる人が少ないうちに入れるっていうのは、まあえー、カートを取りやすくする面でも、ね、利益を取る面でもおすすめなんで、まあ、中古でね、このジャンル、まあ、本、あるいは CD、ねえー、あたりをちょっと探す、あるいはたくさん持ってる、ね、せ、え、ど、ー、りやってたなんて方はね、ちょっと中古も狙ってみて、入れてみてはいかがでしょうか。 日本はね、中古を安く買えて。まあ、オーストラリアにとってね、中古あんまりあの中古に対する抵抗感ってないんで、かなり売れます。まあ、オーストラリアに行った時、eBay でね、えー、いろんなもの売ってましたけど、まあ、新品と大して変わんない値段で売ってもね、売れたりしましたんでね、えー、オーストラリアで中古を売るっていうのは、えー、結構狙い目なんでおすすめです。また、えー、商品探しなんかでね、えー、確認、相談、事故あれば、えー、ご質問お待ちします。アマゾン支サポーター、堀秀夫でした。